今回見せていただいてますピアノがロレックスの KR の27というね、ピアノになりますね。43歳のピアノになります。なので、この弦をね、交換するかどうかとかね、いうところもポイントになるのかなと思いますね。で、2、3ちょっと音が伸びないというか、こもった感じって言うてはったのは、これ見てもらったらわかりますかね。下の部分のハンマーのフェルトがちょっとこう弾けてしまってて、外れて、この木のところから外れてしまってるような、そういう状態になっておりますね。なので、先端がこう、とんがってるんじゃなくて、ちょっとペタコくなってしまって、音が伸びなくなってるっていうふうな状態ですね。これは、ちょっとね、工房でぐっとこう、縛り直してしたら、直せるかなとは思いますね。ハンマー全部交換とかいうことはいらないと思います。その他部品交換ですけども、この辺も大丈夫ですし、この辺はね、いい材料使ってますね。鹿革を使ってますので、この辺の、スキン、革の部分は交換しない方がいいような感じですね。あと、ちょっと鍵盤の横揺れ、コトコトコトって言うてますので、これちょっとね、鍵盤上げてみますと、抜くのも硬いぐらいにちょっと動きが悪くなってますけどね。この鍵盤ブッシングクロス、この部分がもうちょっとクッション性がなくなっているので、ちょっとね、横揺れがね、コトコトいうような感じになっておりますね。その鍵盤ブッシングクロスと、そのハンマーの修理ですね。その部分はいるんじゃないかなっていうところですね。あとはもうね、うちの中古ピアノのメニューで、整備するのかどうかとかね、どの辺まで整備させてもらったらいいのかっていうのは相談させていただこうと思います。あと、弦がね、ちょっと心配なんですけど、狂い方。これ、どうの音弾くと、これ 3B で出ますけどもね、これ、実は C の音が出てるっていうことなんですね。なので、半音近く狂ってるような状態ですので、ちょっとこのまま、調律すると弦が切れちゃうかなっていう感じはしますね。その辺も、ちょっと、弦が切れた場合は、このぐらいかかりますよっていうのもちょっと見積もりに入れさせていただこうと思います。はい。では、外装の方も取り付けてみたいと思います。はい。外装の方を取り付けてみました。ワインレッドのね、マホガニー色の、木目が美しいピアノになりますね。ただ、ちょっと曇りがね、ちょっとありますので、外装の方も、うちのね、中古ピアノの整備メニューできっちり磨いて、ピカピカにすれば、大きな傷がね、ないですので、新品みたいな感じでね、こんな、ロレックスの、マークとか、鍵のとことか、ペダルのとこも顔が映るぐらいまで綺麗にしてね、すれば、いいピアノになるんじゃないかなと思いますね。ちょっとこの辺とか傷はありますけど、この辺はちょっとわからなくできるかなと思いますね。はい。鍵盤もちょっとね、持ち上げると、ちょっとこういうふうに戻らないところがね、ちょっとあるので、その辺とかは調整でね、直していけばいいのかなと思いますね。はい。ポテンシャル高いですので、いろいろと、使う目的とかね、どのぐらい長く使うのかとか、そういうのによって見積もり何パターンもできるかなという感じですので、目的と予算とかに合わせて、考えていただけるピアノじゃないかなと思っております。あと、そうですね、キャスターの下の受け皿ですね。これ敷き板になってるので、地震の時ちょっと危ないですので、ゴムのね、耐震用のお皿なんかもご提案させていただいたらいいかなと思いますね。椅子もね、ちょっとこれ安定が悪い椅子ですので、ちょっと椅子の方もご提案させていただこうかなと思っております。